様、こんにちは。こんにちは。仙台食エコリーダーの緒方直子です。今回は正宗様に適量調理にチャレンジしていただきます。適量調理とは一体何じゃ。食べ残しを減らすために味と量がいつも同じになるように計量しながら作ることです。実はこんな調査結果があるんです。家庭で食べ残された食品のうち副食は 56%、 主食は 28% だったのか。そうなんです。もうちょっと詳しく見てみると、副食のうち 40% が汁物、主食のうち 49% がなんとご飯だったんですね。なんと、いかに米どころ仙台と言うても無駄にするのは良くないの。そうですよね。ということで味噌汁3点クッキングを紹介します。味噌汁3点。3点とは一体何じゃ。味噌汁って出汁を取って、具と味噌を入れて作りますよね、残った出汁柄で美味しいふりかけも作っちゃいます。これで3点。なるほど、無駄がないの。無駄がないし、誰でも簡単に楽に作ることができます。しかも美味しく、今回は正宗様に作っていただきますね。はい、わかった。食品ロスを減らすため頑張ってまいろう。最初に手頃なパック出汁で味噌汁用の出汁を取ります。水は 700cc です。よし、ここはわしに任せておけ。だいたいこれぐらいじゃろう。正宗様、ちょっとお待ちください。計量カップを平らなところに置いてみてください。どうですか。全く足らない。そうですよね。これね、平置きって言います。なるほど、平置きとな。鍋に水とパックだしを入れて弱火にかけ、煮立ってきたら5分ほど煮出します。味噌汁って少ない量だと美味しく作れないっていう印象があると思うんですけれども、実はそんなこと全然ないんですね。今回の味噌汁には捨てられてしまいがちな長ネギの青い部分を味噌汁の具に使います。ほう、傷みやすいはずの青い部分も使うのか。味噌汁にすることで美味しく食べられるんじゃな。そうなんです。傷みやすいので冷凍保存をおすすめします。では出汁パックを取り出していきましょう。鍋に出汁汁 300cc を入れます。弱火にかけていきます。弱く煮立ってきたら油揚げを加えて、そのまま2分ほど加熱してから火を止めて味噌を溶き入れます。目分量は得意じゃ。これぐらいじゃろ。おさまじさま、ちょっとお待ちください。ここがポイント2つ目です。大さじと味噌の袋を使ってすり切るといいですよ。こんな感じです。このまま鍋に味噌を入れてしまうとダマになってしまうので、こしきやアク取り、アミジャクなどを使って溶かし入れるといいですよ。おお、大さじをしっかり測ってしっかりとこうやって溶かすのが大事なんじゃな。はい、では味噌を溶き入れたのでもう一度火にかけていきます。長ネギを加えて、長ネギに火が通ったら完成です。冷凍した長ネギでも良いんじゃな。3点クッキングの最後は出汁柄で美味しいふりかけを作っていきます。出汁を取った後の出汁柄って、このままポイって捨ててしまう方多いと思うんですよね。とてももったいないと思います。ここでポイント3つ目。無駄なく美味しく作るには計量スプーンを使うと便利なんですね、では質問です。正宗様、この中で小さじはどれでしょう。これは簡単じゃ。一番小さい、これが小さじじゃろう。残念。え、正解はこれ。あ、真ん中じゃ。小さじ1、5ml です。ではこちらの小さいのは小さじ2分の1さじになります。鍋に出汁ガラと砂糖と醤油とみりんをそれぞれ小さじ1ずつ入れていきます。それから水を小さじ3入れます。では弱火にかけていきましょう。煮立ってきたら火を弱めて混ぜていきます。汁気が少なくなったら白ごまと青のりを加えて混ぜます。最後にごま油を少々加えてパラパラの状態になるまで混ぜていきましょう。おお、たっぷりじゃ。少し味見してみてもよいかな。はい、どうぞ。
ああ、まことにうまい。これはもう主役級のふりかけじゃ。でしょ？よかった。政宗様、捨てられている主食の 49% がご飯でしたよね。うん。なのでご飯の美味しい炊き方を紹介します。後半では美味しさをキープできる保存方法も紹介しますね。うん。うまい米を食べられるというのは贅沢なことじゃ。我ら武将も食べられない時代を経験してまいった。だからこそ米の一粒一粒が大切だと思っておる。余ったから捨てるなどもったいない。私も震災を経験してご飯を食べられるって本当幸せだな、当たり前じゃなかったんだなって改めて思いました。なので捨てるなんて本当もったいないですよね。今回はお米2合分を炊きます。これは電気式の炊飯釜じゃな。炊飯釜にお米を入れてお米全体が浸るぐらいたっぷりの水を入れたらその水はすぐに捨てます。もう一度水を入れてお米を研ぎます。水の色が半透明になるぐらいまで繰り返して3回ぐらいお米を研いでいきます。2合分の目盛り線下ぐらいまで水を入れて15分以上置いてからスイッチオンです。水分を若干少なめにして炊くとべちゃっとなりません。炊き上がりました。菜箸かヘラを使って軽くかき混ぜてから蓋をして蒸らします。菜箸を使うと米粒が潰れにくくなりますがヘラでも構いません。蓋をして蒸らしておきます。ご飯の保存方法を紹介します。ご飯を捨てずに美味しく食べるには保存方法が鍵になるかなと思います。それならわしにもできる。粗熱を取って冷蔵庫に入れる。政宗様惜しい。えラップに包んで粗熱を取るところまではバッチリです。ポイントはご飯を平たくして真ん中を少しへこませます。ほう。こうすると冷凍も解凍も時短になって美味しさもキープできるんです。保存には冷蔵と冷凍保存の2つがありますがご飯の場合冷凍保存をおすすめします。ほう。ご飯のもちもちっとした食感って米にでんぷん質があるからなんですね。冷蔵保存いわゆる低温状態にすると水分が抜けてしまいでんぷん質が落ちてしまいます。その結果ボソボソして美味しくない捨てるっていうことになるのかなと思います。なるほど。米の性質からも冷凍保存の方が良いというわけじゃな。では全部出来上がりました。よそっていきましょう。うん。おお、ぴったり2人分じゃ。完成。政宗様、今回は食べ残しを減らすポイントをたくさん実践していただきました。いかがでしたか？難しいものはなかった。平置き、計量スプーン、平たく包む、どれも簡単じゃ。わしはご飯も味噌汁も好きで毎日食べておる。おいしい上に食品ロスの削減につながるなら世のためにも早速皆に伝えてまいろう。適量調理で食品ロスを減らそう。では早速いただきます。おいしい。